パウル・シェフラーパウル・シェフラーはドイツのバスバリトン歌手である。1960年代まで現役として歌い続けた貴重な歌手である。ドレスデンに生まれ、同地の音楽院ではピアノとバイオリンを学んでいたが、後にベルカントを学ぶことを選び、オペラ歌手としての道を進むことになる。1924年にドレスデン歌劇場でワーグナーのローエングリを歌ってデビューし、 1926年には同歌劇場でフェルチョブゾーニのファウスト博士クルトバイルの主役パウル・ヒンデミットのカルディラックなども歌っている。1937年にウィーン国立歌劇場に初めて出演し、以後1965年の長きにわたって活躍する。また、バイロイト音楽祭やザルツブルク音楽祭にも出演し、両音楽祭では 常連として出演することになり、とりわけ、ワーグナーとモーツァルトがよく知られていた。また、ハンブルク、およびミュンヘンでは、ゴットフリート・フォンアイネームのダントンの死や、リヒャルト・シュトラウスのダナイの愛のタイトルロールを歌っている。シェフラーは膨大なレパートリーを持ち、フィガロ、ドン・ジョバンニ、ピサロ、オランダ人、ハンス・ザックス、アンフォールタス、ボー・オータン、クルベナル、ヨカナーン、イアゴ、 スカルピアなどを持ち役としていた。ドイツ、オーストリア以外でも国際的に活躍し、ロンドン、サンフランシスコ、ニューヨーク、シカゴ、ブタペスト、パリ、ミラノ、ナポリ、ブエノスアイレスなどにも招かれている。70歳になってからも現役として活躍し、引退する直前に歌った最後のオペラは、モーツァルトのイドメネオだった。 1977年11月22日、イギリスのアマースハムで死去。80歳。ありがとうございます。